日本ハムの守備で珍しい接種が起こった。1. 点ビハインドで迎えた6回、一死二塁で度中の打席。投手の鈴木の二塁牽制がベース右に大きく逸れた。三塁進塁を許すと、カバーに入った中堅天後0旗がこのボールをまさかの降逸三塁に進塁した藤原が、そのままホームに戻った。記録は三塁の進塁が投手のエラー。 オウム生還が中堅手のエラーとされ、珍しい接種にベンチの新庄監督も呆然とした表情だった。寄せられていた反応をまとめましたので、ご覧ください。鈴木はいいピッチングだっただけに悪送球はもったいないが目はつむれる。それよか50万よ。三振するわ。盗塁失敗するわ。山口の犠牲フライの場面でセカンドからサードに楽勝で進まれるわ。挙句は好逸するし、さすがに無理だろ。 あのダブルエラーの後に日ハムベンチをカメラが抜いてたけど新庄監督の目から光が消えて正気を失ってた。上川畑がヒットになりそうな当たりをアウトにしたとこがあったり新庄監督が目指すセンターラインが前よりマシになったかと思ったらこれ。リカバーできず傷口広げた磯十は一回スタメン外してここぞの時のダイソーでもいいけど。 去年の盗塁阻止率1位のロッテの都市に刺されてるし良いとこないからそろそろ鎌ヶ谷かな去年1年トライアウトでほとんど試合に出てない磯畑がキーマンで打率が合格ラインに乗った中島はずっと2軍なんだから1年かけてのトライアウトの意味はあったのかな監督がパフォーマンスして盛り上げても肝心の野球がお粗末では意味ないでしょ 今年はパフォーマンスもも控えてるかもしれないけど昨年もそうだけど戦力がないという以前にミスやエラーが多すぎるよねもっときちんとした野球をすれば昨年もあそこまで負けはしなかったと思う戦力が少ないからこそ守りをしっかりしなきゃいけないのにあれはお粗末すぎですひとまず50万はダイソーでいい昨シーズンは残念だったけど 昨シーズン経験してないからこそ今の時期経験させるタイミングではないはず開幕からが大事なんですよね新庄監督動画をご覧いただきありがとうございます